あれやな、あ、もう始まり通りか。え、大阪ナンバーやで、でもこれ。あ、大阪ちゃうんかやん。じゃあ見えやん。あれちゃう、出身地で帰ってきて、ちょっと海行ってくるわってパターン。あー。原付で違うんちゃう。原付じゃないっすね。原付ちゃうよ。なん250やん。ナンバー2。リアルだった感動さんな。隣並んで来たのか。はやほっせー。何それって。いややな、こんなのに囲まれると。じゃあ、早く左な、俺右から行く。いややわ。じゃあ、僕ちょっと後ろをちゃんとしっかり押さえておきます。これでも僕、大阪っすよね。そうやな。地元と違うな。違うと思うんですよね。こっちゃん。大阪ですって感じよ。すっごいなんかいい感じの道ねんけどな。満タン入れてないですよ。あれチャンス、奥の方まで突っ込みすぎとってすぐ止まるんちゃうんす。70キロぐらいやれる、だってなんなら僕の方減ってないですけど、減ってないか、漏れとるかと思って。漏れてはないでしょ。バイトのあれなんで入れんの下手くそやったんですかね。あれバイトちゃうで、あそこで息子かなんて。ああ、まあ、ないばあちゃんこれ言うの。うわー、林さんのやつ後ろから見るとミラーめっちゃかっこええ。ちょっとカラー入っとんすね、ミラー。なんか紫っぽいような、ピンクっぽいですよね。ねえ、何が。ミラー、林さんのミラー、カラックスやもん。え、なんであれ、え、林さんのみたいな。ああ、そうやね。あ、まだ墓の匂い、墓や。それ、全然やな、墓。やばい、墓先輩の葉っぱね。いやいや、隼人のオカルト系はあかん。この前のシャレにならん話をしとった。これやっぱ大阪ですって書いて。大阪です。お。はいで。石飛んできた。なんでしょうね。大阪ですじゃないですよ。大阪風ですよ。大阪です。ですって書いてあります？書いてないよ。大阪、なんでなんで。ナンバーがさ。はい、大阪スーやったやろ。ああ、これにはデスに。そういうことっすよ。
マイクがわからん。明るいわ。明るくなったっすね。なんか後ろから来たな。じゃあ呼ぶよ。あ、本当や。おお、僕らはこれを5人やと思われとんのか。6人だもん、6人やな。移動式オービスですよね、あの。そうそう、僕も見てないですよ。なんかパードに出るやらって話を聞いたもんな。お前引っかかってみたらええやん。マジかいな。バイクやったら捕まらんのっちゃう。多分わからんけど。ヘルメット特徴的っすよ。ヘルメットだ、はな。ヘルメットはさ、前の被った時は分からない。もうやって、ボードのフラオル。うわ、ほんとや。レディースや、レディース。しかも、年季の入ったレディースや。Going my way。アメリカ。あ、懐かしいけど、どうとか。熱っ、熱っ。え？熱っ。エンジンまともに挟んなかった。